二学層、本館二学層は、西本願寺二十二世保守、大谷洪水が兵庫県の六甲山麓に建設した別邸である。1909年に竣工したが、数年後には閉鎖され、1932年に消失した。二学とは、山を楽しみ、水を楽しむ、山水を楽しみ、育英を楽しむの意味とされる。大谷洪水は、1九百二年に、 現在のスマリ級公園の地を買い上げ、3万3千坪に、庭園、温室、毛線花壇、テニスコート等と、広大な平屋の日本建築と2階建ての洋風建築からなる、月見山別邸を1904年に落成させる。1907年、宮内庁が、向こ利離建設のため買い取り、その代替地として、洪水に与えられたのが、 兵庫県向こう織本山村の尊友であった通称、岡本山である。洪水は、1907年、この地を15万円で買い上げ、1908年3月17日に、に学僧本館を寄港し、1年半後の翌年9月20日に、竣工した。以後も順次付属施設が建てられていった。本館の建設は、保守洪水を中心に、工事設計監督技師、 鵜海調査部老他4名が建設志向、内部装飾を担当し、建築費に約17万円を費やした。時には、洪水自らが義手、職工として永遠従事することもあった。後に伝道院や築地本願寺を設計した東京帝国大学教授伊藤忠太が当初から助言を行った。伊藤は本館を 本邦無二の陳建物と表しており、当時の大阪毎日新聞の連載記事、洪水法と二学層には、天皇大の大官と題する見出しが付けられているほどで、あった。総面積24万6千坪を数える広大な、邸宅は山麓を階段状に削り出し、その平坦部に各施設が建てられた。山麓の下段には、 事務所の洋館と学生の教育を行う私塾、無こ中学開校の校舎と付属館、中段には二学草本館、上段の山頂には純白の旧屋と称せられる、白阿伝、速攻所、図書館建築者の総格楼などが配置された。そして各施設をつなぐために、三本のケーブルカーが設置された。ケーブルカーの参道の両側には桜やコスモスが植えられていたという。 山頂の白亜伝が建てられる以前は、本館が洪水の活動の中心であった。その本館の外見は、インドのアクバル皇帝時代の建物や、タージマハルを模したとされ、赤いストレート屋根の西宮にはドームがそびえ、木造2階建て、地下1階となっている。建物の基礎部分には、神戸沖で沈没した、英商船の配線部材を転用した。本館内部の構造は、 1>, 1階には、英国室、シナ室、アラビア室、英国方圏時代式の大室、巡洋式の浴室と、便所、事務室。2階には、インド室、回廊式書庫、エジプト室、洋式客室、ホッシュ寝室、地下には調理室などがあり、建築様式や家具、調度類で各国の雰囲気を醸し出している。また、 この本館の各国室には大谷体験体の収集品も展示されていた。アラビア室は本館東端に位置し、スペインのアルハンブラ宮殿内の王室の相関を模したものと言われ、床は白と黒の大理石で基板に敷かれ、中央の四角い池には噴水があり、周囲にはベゴニアやコケルインの鉢が置かれていた。その隣の英国室は白土で塗られた。 大きな針が天井を走り、頑丈で素朴な英国風の蝶土類が置かれ、壁一面に鹿などの角や頭蓋骨が飾られていた。インド室は、妻の茂子の部屋で、インドのアクバル皇帝時代の大臣室を模し、インド壁画や黒色大理石に宝石を飾った大ヌカ、大ぬか、し子が撮影した、ヒマラヤの写真などが飾られていた。そして、エジプト模様と彫刻。 ナイルカハンの大壁画とピラミッドの大壁画を巡らしたエジプト室を南に抜けると屋外のベランダから南庭の毛先庭が見下ろされた。毛先庭は花の文様や色彩を勘案して造成され、その中央には放線式の潜水が順ンド風に配置されていた。第三次、大谷探検隊をはじめとする教団事業の出費がかさみ、大谷家の負債が表面化するとと,ともに、 1914年には、本願寺に関する義獄事件が突発するなど多くの問題を抱える中で、同年3月、二学僧そして向中学も閉鎖され、大谷洪水は、西本願寺住職、浄土新州本願寺派官長を辞任するに至った。以後、二学僧は、大谷洪水が中国の旅に出る中、住吉に豪邸を構える大阪の不豪で旧地の久原。 草之助に売却された。その額は、二学層の建築、辞書、美術品一切を含んで16万円とも21万円とも、言われている。主がいなくなった二学層は荒廃し、本殿の漏水が著しく、ケーブルカーも停止資格書に、崖崩れが起こり、レールの錆びが目立っていた。洪水の白亜殿の書斎のすべての装飾も取り外され、 見る影もなく哀れな状態であったという。1918年に学僧山裾の増田太郎絵門の所有地に、江南学園による私立江南中学校の設立計画が具体化された。学園は中学の仮校舎の一部として、向子中学の付属施設の部材を転用し、移築する承諾を、久原久之助から取り付けた。また、向子中学の行動も、 久原から譲り受け、応急修理の後、校長室、事務室、会議室などに利用された。この向こ中学の行動では、学園最初の入学式が1919 19年4月に、挙行された。以後、久原房之助は、学園の創立委員、理事となり、二学層を学園に提供する意思を表明したが、結局立ち消えとなった。 建築から25年経った1932年10月18日午前3時30分頃、二学層は不審火ともされる原因不明の火事によって消失した。2019年現在、跡地は霊法へ管理下になっており、特に教団会社の入場は厳しく制限、管理されている。港南大学、兵庫歴史機構7、神戸新聞。 2019年4月16日閲覧、龍谷ミュージアム学芸員、和田秀俊、大谷体験隊の一側面、つまり旧公園園長、高畑忠し、六甲山地の魅力、神戸生き物会議開始6号。ありがとうございます。